お世話になっております。マサルです。今回は Mac アドレスについて一緒に勉強していきましょう。これまでの動画でもちょくちょく Mac アドレスという言葉が出てきていました。ご覧の皆さんがネットワークに関わる仕事ならば、職場でも Mac アドレスという言葉をどこかしらで聞いたことがあると思います。この動画が Mac アドレスの理解に役立てば嬉しいです。それでは始めていきます。Mac アドレスというのはデータリンク層に接続されている機器を識別するための情報です。データリンク層はここですね。2階層目をデータリンク層と言います。Mac アドレスという情報があるおかげで分かれ道があった時にどちらにデータを送るべきか判断することができます。例えば PC0 がデータを作りました。宛先 Mac アドレスに PC1 の Mac アドレスを指定している状態です。この状態でデータを送れば、このような分かれ道があった時にどちらに情報を渡すべきか判断することができます。今回は宛先 Mac アドレスが PC1 のものなので、PC1 が接続されているポートから情報を出します。このように対象の PC にデータを渡すことができました。ただ、通信をするときにはどうしても自分以外のデータが届いてしまうことがあります。例えば、PC1 宛ての Mac アドレスが入っている情報が PC2 に届きました。この場合、自分が持っている Mac アドレスと違う情報が来たので、PC には自分には関係ない情報だと判断して情報を破棄します。つまり、データの中の宛先 Mac アドレスの情報を見て、自分宛てのデータではないと判断することもできるということですね。通常、Mac アドレスはネットワークインターフェースカード、通称 NIC と呼ばれる部品に製造時に情報を書き込んでいます。もし Mac アドレスが重複してしまうと、正しく通信することができなくなってしまうので、製造メーカーは Mac アドレスが重複することのないように Mac アドレスの情報を管理しています。では Mac アドレス、具体的にどのような情報なのか見てみたいと思います。Mac アドレスは48ビットの情報でできています。大きくは OUI と呼ばれるベンダー識別子、そしてベンダー内で管理するための識別子、この2つの情報に分かれます。各情報は24ビットでできています。 OUI の情報は IEEE で管理されており、この管理情報は公開しています。なので Mac アドレスの情報が分かれば、どの製造メーカーが作った NIC なのか予測することができます。 Mac アドレスから製造メーカーを確認するようなサイトもあるので、使ってみると面白いかもしれません。興味ある方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。では実際に Mac アドレスを使って通信する様子を見てみたいと思います。それではここからは Mac アドレスの情報がどのように使われているのか見ていきたいと思います。利用するツールはパケットトレーサーというツールを使っています。このツールを自分でも使ってみたい方は、パケットトレーサーの使い方という動画も作っていますので、そちらを参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回はまず Mac アドレスを調べるところからやってみたいと思います。 Mac アドレスを調べたいときは、例えば PC0 の場合、 PC0 をクリックしてデスクトップのタブからコマンドプロンプトを選択してください。そしてここで ipconfig/all と入力してもらって Enter を押します。すると、ここのフィジカルアドレスというところに書いているのが Mac アドレスの情報です。PC0 の Mac アドレスは末尾 E2D3 ということになっていますね。このようにコマンドプロンプトから ipconfig/all と打つと Mac アドレスを確認することができます。ご利用のパソコンが Windows の場合であれば、同じように Mac アドレスを見ることができるので、ご自身のパソコンでもやってみると面白いと思います。Mac アドレスの情報が分かったら、今度はピングというものを打ってみたいと思います。ピングというのは、通信先の相手に対して自分の通信が届いているかどうかを確認するためのコマンドです。今回は PC0 から PC1 に向かってピングと言われるコマンドで通信をしてみたいと思います。同じように PC0 のデスクトップタブからコマンドプロンプトを立ち上げて、コマンドはピング 192.168.0.2 です。この後ろの数字は IP アドレスを示しており、通信したい宛先の IP アドレスを指定します。今回は PC1 に向かって通信したいので、 PC1 が持っている IP アドレスを指定しています。ではピングを打ってみたいと思います。ここで Enter を押します。はい、
するとリプライ from 192.168.0.2 ということで、192.168.0.2 から通信できていますよという応答が返ってきています。 PC0 から PC1 に向かって通信できたことは確認できたんですが、どのように MAC アドレスの情報が使われていたかがわからなかったので、ここでシミュレーションモードというものを使います。右下にあるボタンでシミュレーションというものがあるので、こちらを選択してください。シミュレーションモードを選択すると情報を可視化することができます。可視化したい情報をフィルターすることもできるので、ここのエディットフィルターを選択してもらって、今回は ICMP だけにチェックが入っていることを確認してください。 ICMP だけにチェックが入っていれば閉じていただいて大丈夫です。この状態でもう一度 PC0 から PC1 に向かってピングを打ってみます。 PC0 を立ち上げて、同じコマンドを打ちたい場合は矢印の上ボタンを押してください。すると一つ前のコマンドが表示されると思うので、この状態でもう一度エンターを押します。すると今回はこのようにデータが可視化されています。メールのようなマークになってますね。ではこの可視化されている情報を見てみたいと思います。このデータの上でクリックをしてみてください。するとこのデータが OSI 参照モデルの中でどのようなデータを持っているのかというところが表示されます。アウトレイヤーズというところがこの端末から出ていくときの情報です。アウトレイヤーズを見るとレイヤー2のところにイーサネットヘッダーの項目があって、送信元 MAC アドレスの E2D3 から宛先 MAC アドレスの末尾7486が指定されていることがわかります。つまり PC0 の送信元 MAC アドレスから PC1 の宛先 MAC アドレスに届くための情報が作られているということですね。この情報を進めてみたいと思います。進めるときにはここのマークを押してください。はい、すると情報が一つ前に進みました。もう一つ前に進みましょう。はい、すると PC1 に情報が届きました。 PC1 に届いた情報を見てみましょう。 PC1 に届いた情報は入ってきた情報なのでインレイヤーズです。入ってきた情報はデータリンク層のヘッダーを見ると、末尾 E2D3 の MAC アドレスから末尾7486、自分が持っている MAC アドレスの情報が来たんだなと判断することができます。そしてこのアウトレイヤーズにも注目してください。受け取ったデータを返信するときに自分から出ていくための情報です。アウトレイヤーズを見ると MAC アドレスが反対になっていることがわかります。送信元 MAC アドレスが7486、自分が持っている MAC アドレス、宛先 MAC アドレスが E2D3、PC0 が持っている MAC アドレスですね。このように宛先と送信元を入れ替えてあげて、データを作り直してデータを送り返してあげています。このように MAC アドレスの情報を使ってデータの送受信を行っています。これがデータリンク層での通信です。データリンク層で通信するためには MAC アドレスの情報が必要不可欠です。今回使ったパケットトレーサーの情報もダウンロードできるように概要欄にリンクを貼っておきますので、ご自身で試してみたい方はぜひ試してみてください。なおパケットトレーサーのバージョンが古すぎるとうまく動かない場合があるので、もしうまく動かない方は最新バージョンにしてみてください。私が使っている環境はバージョン 8.01.0.0.64 になっています。はい、それでは今回は MAC アドレスについて一緒に学習しました。 MAC アドレスはデータリンク層に接続されている機器を識別するための情報です。 MAC アドレスは48bit ですね。ベンダー識別子と言われる OUI とベンダー内で管理するための識別子の情報の2つに分かれています。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。